東ヌサトゥンガラ州はインドネシアの州。西ティモールを含む小スンダレット東部にあたる。州とは西ティモールのクパン。フローレス島とスンバ島、それにティモール島西部の西ティモールの3島を中心とするおよそ550の島々からなる。ティモール島の東部は東ティモールとして独立している。その他の島としてアドナラ島、アロール島、エンデ島、 コモド島、ロンブレン島、ムニポ島、リンチャ島、ロテ島、サブ島、スマウ島、ソロール島、パンタール島、ライジュア島などがある。キリスト教徒が90%以上の州である。また、同州は、マルク諸島やイリアンジャヤのマルク諸島、アンボンの宗教紛争を逃れてきたキリスト教徒の難民の避難先となっている。州の経済指標は、インドネシアの平均よりも低く、 インフレ率は年率15%と高い。失業率は30%である。識字率は22から24%で、中等教育の就学率は39%である。これはインドネシア平均の80.49に比べ極端に低い。安全な水、公衆衛生、衛生施設の不足から子供の栄養出張率並びに、 幼児死亡率ともインドネシアの中で最も高い州の一つである。東のサトゥンガラ州行政区画図。赤色が州都クーパン。東のサトゥンガラ州の主な島々東のサトゥンガラ州は21県一市に分けられている。西スンバ県県とはイカブバック。スンバ島西部。東スンバ県県とはインガップ。スンバ島東部。 中部、スンバ県んけんとわバクくる。スンバ島中部。南西スンバ県んけんとタンボラカ。スンバ島南西部。マンガライ県んけんとルトゥン。フローレス島西部。湿火け県ケンとマウメレ。フローレス島東部。うガダ県んけんとバージャワ。フローレス島西部。エンデ県んけんとエンデ。フローレス島中部。東フローレス県んけんとララントゥカ。フローレス島東部。 クパン県県とおえらまし、ティモール島西部、中南部ティモール県、県と層、ティモール島中南部、中北部ティモール県県とクファムナウ、ティモール島中北部、ブル県県とアタムブア、ティモール島中部、アロール県県とカラバヒ、アロール島、パンタール島、ルムバタ県県とレオレバ、ロンブレン島、ロテンダオ県県とバー、ロテ島、 西マンガライ県県とラブハンバジョ。フローレス、島西端部、コモド島、リンチ茶島。ナゲケオ県県トンバイ、ウバイ。フローレス島中部。東マンガライ県県とボロン。フローレス島西部。西サブ県県と西サブ。サブ島。マラカ県県とベトゥン。ティモール島中部。クパンシティモール島西部。ウィキメディアコモンズには。 東のサトゥンガラ州に関するメディアがあります。ありがとうございます。